万福寺、万福寺は、京都府寺市にある大漠州大本山の寺院。三号は、大漠山。海山は、陰元流旗。本尊は、釈迦如来である。日本の近世以前の仏教各派の中では最も、遅れて改装した、大漠州の中心寺院で、中国、明出身の総陰元を海山に生じて建てられた。建物や、仏像の様式、儀式作法から、 精進料理に至るまで中国風で日本の一般的な仏教寺院とは異なった景観を有する。満福寺と表記されることもあるが宗教法人としての名称は満福寺であるため本校でも満福寺と表記する。大幕集大本山である満福寺の建築、仏像などは中国様式、明治大末期頃の様式で作られ、境内は 日本の多くの寺院とは異なった空間を形成している。寺内で使われることは、儀式の作法なども、明朝風に行われるため、現在でも中国食が色濃く残っている。本寺の精進料理は、不茶料理と呼ばれる中国風のもので、植物油を多く使い、大皿に盛って取り分けて食べるのが特色である。万福寺は、千茶道の祖、梅茶大ゆかりの寺としても知られる。 因縁と弟子の木安商等、即非女一はいずれも書道の達人で、これら三名を大爆の三筆と称する。このように、因縁の来日と満腹時の回想によって、新しい善がもたらされただけでなく、様々な中国文化が日本にもたらされた。因縁の名に由来する、因縁豆のほか、妄想畜、スイカ、レンコンなどをもたらしたのも因縁だと言われている。解散 因元隆起は、中国明時代の万暦20年、1592年、福建省福州府に生まれた。29歳で仏門に入り、46歳の時、故郷の大爆山万福寺の住職となる。因元は当時中国においても巧妙なそうで、その名声は日本にも届いていた。因元が招かれて来日するのは1654年、順次11年。 女王三年、六十三歳の時である。当時の日本は、鎖国政策を取り、海外との行き来は、非常に限られていたが、長崎の港のみは開かれ、秋人が居住し、宋福寺、光福寺のような塔でら、中国式の寺院が建てられていた。因縁は、長崎、光福寺の僧、逸前聖徹らの招きに応じて来日したものである。はじめ、前が招いた僧は、 因縁の弟子であるナリラン聖系、ヤラン、小系というそうであったが、ナリランの乗った船は遭難し、彼は帰らぬ人となってしまった。そこで以前はナリランの死であり、日本でも名の知られていた因縁を招くこととした。因縁は恒例を理由に最初は土日を辞退したが、日本側からたびたび昭敬があり、また、志半ばで亡くなった弟子、ナリラン聖。 京の意志を果たしたいとの思いもあり、ついに土日を決意する。上皇三年、1654年、三十名の弟子と共に来日した因元は、はじめ長崎の幸福寺、ついで、摂津富田、現、大阪二日月市の不問寺に従した。因元は中国に残してきた弟子たちには、三年後には、帰国するという約束をしていた。来日三年目になると、 中国の弟子や支援者たちから、因元の帰国を要請する手紙が多数届き、因元本人も帰国を希望したが、元明神寺十字の流刑聖戦をはじめとする、日本側の信奉者たちは、因元が日本に泊まることを強く希望し、その旨を幕府にも働きかけている。万事元年、1658年、因元は、江戸へ赴き、将軍、徳川家綱に配越している。 家エツナも因縁に帰依し、翌万治三年、1660年には幕府によって、山城国寺に土地が与えられ、因縁のために新しい寺が建てられることになった。ここに至って、因縁も日本に泊まることを決意し、当初三年間の滞在で帰国するはずであったのが、結局日本に骨を埋めることとなった。寺は、故郷復州の寺と同盟の大爆山万福寺と名付けられ、 漢文元年、1661年に改装され、造営工事は、将軍や諸大名の援助を受けて遠方7年、1679年、頃に、ほぼ完成した。仮覧は西を正面とし、左右奏章に整然と配置されている。奏門をくぐると右手に、北条地、その先に三門があり、三角の正面には、天皇殿、その奥に、太勇法殿、 さらに奥に報道が西から東へ一直線に並ぶ。これら書道の間は回廊で結ばれている。天皇殿と太平方殿の間をどの事情に結ぶ回廊に沿って右側、南側には手廊、河範堂、西堂があり、左側、北側には対照的な位置に空廊、祖師堂、禅堂が立つ。これらの建物は日本の一般的な寺院建築とは異なり、 中国の明治大末期頃の様式で作られ、材料も南方産の地域材が使われている。万字熟寿司のデザインによる、高覧、大幕天井と呼ばれるアーチ型の天井、円形の窓、扉に彫られた、豆腐と呼ばれる桃の実形の飾りなど、日本の他の寺院ではあまり見かけないデザインや技法が、多用されている。これらのほか、三角天皇殿下の参道を左、北に折れたところに、 海山の当初である松陰堂と呼ばれる一角があり、海山堂、斜里殿などが建つ。他に、東方岳、西方岳、大涼閣、大栗、自公堂、主堂が重要文化財に指定されている。指定外の建物としては、梅沙沖縄を祀る、梅沙堂などがある。陰元は、中国像が満腹自重字を務めるべきと考えており、大老。 堺忠勝もこれに同意したことから、初代人間から第十三代まで中国トライ像が、代々十字を占めた。しかし、時が経つうちにトライする中国像が少なくなり、第十四代、第十六代、第十七代、第十九代と、第二十二代から第六十代、2007年7月時点、まで、和像が十字となっている。境内に隣接して、 一般向け研修施設の青少年文化、研修道場を有しており、一般人の座禅などの修行体験を受け付けている公式サイト参照。競輪では競争中に違反行為を重ねた競輪選手のペナルティ、特別指導訓練と称するや、デビュー前の新人選手に対する研修の会場として使われている。特別指導訓練では5泊6日の期間で行われ、 期間中は連日座禅などの過酷な修行が行われ、食事は精進料理のため質素。かつ自転車の練習は元より外部との接触も禁じられるため、選手からはお寺行きとして恐れられている。江戸時代、教門が少なく高価であったため、大爆山二代目、住職木庵の弟子である鉄岩道校が喫茶を募り、人間禅師が持ってきた一切教を彫刻師に彫り、 移させた、半木4万8千枚余りが重要文化財として、ありされている。この半木の自体である明朝からだは、現在の活字の見本となっている。また、半木は、原稿用紙のルーツとも言われている。万寿院、天津院、法林院、新光院、法前院、四神院、達沖院、随光院、緑樹院,院、別法院、万象院、化蔵院、 自福院、しみつ院、り林院、ん院、うり院がある。青少年文化研修道場は、緑樹院の付属施設となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。